近辺はおそらく2分ほどで終わるんじゃなかろうか。さあやろうか。ぐぎゅっ。ああ、ちょ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 あの あいつに使うのとかが楽なのよ。なんだっけ、あれあのなんか逃げるやつとかいるんですよ。クレセリアとかさ、あとあのエムリットだっけとか、うん、楽なのよ。で別に今回その捕まえるとかじゃなくて、もうね、あのうわめちゃめちゃ経験値くれますや、うん、でいいかなと思ってるんで、でディアルガーの、あー全然考えてなかった。ディアルガーでしょ。え、ディアルガー、ヤルガ対パルキア対ダークライだから、あ、申し訳ない。全部合体させたろ。センスもかけるまでディパルライ。ちょっとかっこいいよね。はい、おしょ。ちょっと待って、死にかけてる。死にかけてるやつがいた。そうだそうだ。で、ちゃーちゃーちゃちゃかちゃかちゃー、それは全部、おー、ブルーなんていう、よくやってくれ、本当にやってくれた、ドキドキ、60年の人生、60年をこいつ結構アピールしてくれよな、本当に。うん。さあ、帰りましょう、べー。ちょ、待って、よく見たらあれじゃん、トライフォースあったな。奪われるものではないのか。まあ、完全にあの、手ごめにしちゃったけどね、でもね。で、帰りましょうと思うじゃん。もう本当に、本当に開始2分で終わったね。ここに戻ると、確か、玉金玉が落ちてるはずなんですよ。あった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 。ほらほら。混合玉。で、こいつを、その、ディパルライに持たせると、なんか、いい感じになる。じゃあ、戻るのはいいんだけど、なんかね、で帰り道に、ちょっとあの、ちらっと、無視してしまったところがあったので、こっちのアナウンサー行っちまって、で、今日は8つ目のバッジの方に向かっていったらいいのかな。ただね、経験値がやっぱね、地味っちーに足りないっちーだから、そこちょっと裏で育てていくっちーがいいのかもしれないっちーだね。ぬん。なんか急に画面が固まったから、あれまたバグったと思ってる。雪かぶりなんか、あの、ダビデ像の頃の時代はなんかあれらしいですね。なんかあの、変な話だけどさ、短いチンコに皮をかぶってるやつがなんかこう持ってたみたい。だからダビデ像はあの短くて皮かぶってるんだよみたいななんかこうことを言ってる女の子のなんか映像がどっかであったんですけど、あれなんか月曜から4日しちゃったっけな。うわ、なんかさっきの3500とか見たら440とか舐めてんか。そう。ガチャ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 。チンコの話題出してたらチンコ出てきたわ。じゃなくてシルバースプレー、あ、こっちか。いやー、シルバー、OK。でもレベル50程度だとね、こっからね、まだあとね、20くらいさ、レベル上げなきゃいけないじゃないですか。やっぱレベル70くらいじゃないと、まあ、辛いというか、ねえ、もう、大丈夫か。倒せないんだよね。じゃあ、こっちか。しまった。ただただ遠回りしただけだった。あっけおい、残った。この右側の方だって行ってないもんね。なんか入ってすぐ行ってきた。あれ、ちょっと待って、行ったっけ。ここ。ここ行ったっけ。今、ここ行ってたら、すまん。いや、行ってないですね。ここロッククライムやってる。前のパート見ろ。前のパート見たらやったかやってんかもわかるっちゅうね。自分の動画全然見返さないからね、基本的に。なんかさ、自分の、さ、こうなんか人を楽しませるためになんかさ、しょうもない努力はなんか続けてるっていう感じではあるんだけど、なんだかんだ言いながらさ、自分がこうベラベラ喋ってゲームやってる動画を見るのはちょっとやっぱ恥ずかしくてさ、なんかと、おい、いいね。
こっち下行って、あ、これフランクじゃないな。え、怖っ。おお、金玉ゲット。ダビデの金玉。ダビデ、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 タマキン、タマキン。ちはここなんかあるの、ここなんか戻ってってる。あ、じゃあ先に、おい、なんかすげえいっぱいあるな。で、あの、右下にあるさ、岩がポツンとあるところも絶対怪しいね。ちゃんちゃちゃちゃ、ないんかい。これはないんかい。ちゃんちゃかちゃ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 、ないな。ここ進んでた。ここはまだでも来るべき場所じゃないのかな。あ、わかんない。ああ、ドラゴンクロー。これはね、重要。これは重要ですよ。これ、ドラゴンクローは大事ですよ。で、ああ、ここか、なるほど。ごめん、ここそ来るのまだ早かったわ。ね、こっち戻ると、どうせまた岩砕きが戻ってるよね。あ、ほんであれだ、ロッククライムで行けるところも、あの、投げさせてじゃなくて、なんだっけ、あの、ここは何にもない街じゃよーってなんか自爆してたさ、ババアがいたじゃん。あ、あいつと喋んなきゃ、あいつの街にたどり着くはずなんですよ。なるほど、ここか。オッケー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 。で、これなんか向かってきたら、ただ的に、あっちは行けるところないもんね。よし。じゃあ、脱出してって、最後の街で、なんか実験大好き八王子ちゃんとやらなきゃいけないっていうところかな。こっち行って、ツッ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 ツ。砕いたらなんか起こる。こっちからでも、そうだよ、ないよね。では、怪力、ベル、アシャル、ズピュ、トピュ、トピュ、ピュ。ない。はい、ダビデスをゲット。こっち行ってなくない？ないね、行ってないね。多分行ってない。多分行ってない。行った。ここは行ったの、多分。もう行ってる。で、多分、あの、なんだっけ、7つ目のバッジのところに行っちゃうことになるから、ここは一旦無視して、ああ、いっぱい実がなってるね。チュイーパンチパンチ、てる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 。安心してください。入ってますよ。どど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 どうしよう。Hey kids。最後です。あ、そっか。だから、あと、なんだっけ、あの、ドラゴン桜と叩かなきゃいけないんだ。あの、ドラゴン、たまたま、間違えていったら、なんか、ゲットできた。OK。降りよう。たたたたたたー、たた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 た4つ。いいね。よし。で、桃を埋めていきましょう。そんな感じで、でも、あと、スーッとで終われる？まあ、寂しいけど、終われちゃうよね。今、何だったっけ？ 7 なんだっけ？ 7 だ？ 7 し、違う。お、何の実だった？まあ、いや、チンコ。もう全部チンコにしてる、今日。やばいやばいやばい。ダメダメダメ。いやーんのみってたたたん。で、いや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 、産毛よね、産毛が生えてきてるよね、ちっちゃいおけけが背中にいっぱい生えてくるの、産毛。あ、これはあれなんだ。よし。で、ね、この先に行くと、なんかあの、ドラゴン使いと戦えるロッククライムで降りたり登ったりする場所があって、あとなんかね、なんか強烈な技を覚えさせる何かがいたんだ。え？まぁ、あ、ちょっと、ごめん、そこら辺は詳しく覚えてないざますっていうところなんですけど、パンパンペケポン。結局あれだ、深丸捕まえてねえからあれだ、ドラゴンズドグマ2できないんだ。ガブリアス欲しかったなぁ。ガブリアス vs ガブリアスとかやれたらねー。ちゃーちゃちゃちゃらちゃー。切り笑い。セイラムクホークがっつってるけど、野生のムクホーク一回も出てきてくれたことないな。ボンボンのみボン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 。俺の父ちゃんさ、
じい、間違えた。じいちゃんの命日が10月にあって、ばあちゃんが12月で、だいたいその時期くらいにさ、あのお墓参りとか、あとまあお盆とか、まあお盆はあんま行かないか。あの3月のお彼岸オッケー。お彼岸って言ってんだよ。まあとか、まあ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 、まあ。あの、まあ年にだいたいおおよそ3回くらいお墓参りに行くことがあるんだけど、あのね、さ、占いとか、なんかスピリチュアルなこととかって全くもってその信用してないというか興味がないんだけど、これ滝登りがあるってことあるか、八つ目手に入ってからじゃ来れない場所かな、ええ、あのね、ご先祖様を大事にするっていうことだけはなんか大事にした方がいいんじゃないかなと思ってて、あのちょっと詳細は言えないんだけど、父方の親戚まあまあ荒れてて、本当に大学卒業したのってあの本当うちの親父くらいっていう感じなんですよ。チュ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 そうで、まあ、中卒とかもうね、刑務所でお世話になる人たちとか、薬中で倒れるとか、首吊って自殺するとか、なんかもうそういうちょっとやばい人たちがこう集まってるんですよ、うん、なんなら父親の実の兄貴もちょっとまあ やばいっていうか、あ、まあ、まだマシな方なんだけど、まあまあやばいみたいなのがあって、まあ、それはいいんですけど、そうでね、その人たちと何が違うかっていうと、ちゃんとね、お墓参り行くんだよね、うちの親父。うん。で、この間もそのお墓参り行った時に、もうね、明らかに半年前に、その、うちの親父が墓参り行った時のお花がもう飾ってあったみたいな。だからそっから誰も行ってないっていうことなんだよね、残念ながら。うん。やっぱりその、なんだろう、ご先祖様をその大切にする気持ちって、でそのご先祖様自体も大切なことなんだけど、その気持ちっていうところがさ、なんていうの、こういろんなことを丁寧に、仕事であれプライベートのことであれ丁寧に進めていこうよっていう、なんかこう気持ちがこうね、なんかね、言われるというか、ドラゴンタイム、ドラゴンタイム、はい、本当にあれなんじゃないの、ドラゴンタイムってさ、威力100の命中率75ってちょっと使うには難しい技だったよね。もういいよね。もう普通に、ああ、霧が晴れた。霧が降れる術。アイレットキャラインで、お前は俺には勝てねえ。さて。こっから普通に、まあ俺のことか、あ、ちょ動かない、あ、動いた、うまく逃げ切れポーンっていうところですね。なんかに引っかかってた、やばくせえな忍者ごっこ。そうで、あとまあ全く変わらないタイミングでさ、あのブラッド・ピットがまだバズる前の頃の若かりし頃の映画で、ジョー・ブラックによろしくって、英大だとミート・ジョー・ブラックっていう映画があるんですけど、もうドンピシャ3時間、180分の、なんで進めないのこれ。なんか進めない。何か見えない壁に阻まれている。いや、見えない壁は忍者ごっこなんだけどさ。もうついに飛ぶか。あ、飛ぼう飛ぼう。ごめんなさい。あ、でもそうだね。いや、遊ぼうぜ、もう。俺と遊ぼうよ。あ、でもそっか。寄りたいところが。やっぱ次のゴール地点、ここになってるね。なんか、どこに行ったらいいかみたいな話とか、全然、まあいいや。行くか。行くか。これ、も電動行きした後に奴ら戻ってくるのかな、その、3匹のポケモン。うん。あ、そうそう。で、ジョーブラックによろしくって。見たことある人がいたら、ぜひ感想共有なんかもできたらいいなと思うんだけど、まあちょっと突っ込みたいシーンはもう無限にあったんだけど、一個やっぱりね、なんか自分死ぬの怖いんですよ、知りたくないんですよ、一生生きてたいっていうか、また幅なんていうか、やっぱりね、今まであったものっていうものが全部なくなってしまうっていうことはすごい寂しいし怖いしっていうのが、まあ、あるんだけど、まあそうは言ってもね、人間というかまあ生物の定めとして、まあいずれだって地球そのものもさ、いずれなくなるみたいな、太陽が
まずなくなるし、膨張して爆発して宇宙ももしかしたらなくなるんじゃないかみたいなこともね言われたりしてるし、うん、あそこら辺は分かんない。もうその頃にはさ、だってもう人類すらもいない可能性だってあるわけだからさ、まあ、そこまで考え始めたらなんだけど、そのまあジョー・ブラックと呼ばれる、まあ、ブラッド・ピットが何だろう、まあ、もともと普通の生きてた青年だったんだけど、死神が現世に来るたびにそのブラッド・ピットを車で引くっていうね、とんでもないスタートから始まるんだけど、まあ現世に来て、でその連れていく予定にしている大富豪の社長とまあ共に過ごしていくっていうところなんですけど、まあ、ある種そのいろんなその人生のその幸せをかみしめたりとか、これまでお世話になった人たちへの感謝だったりとかっていうのを伝えたりとか、まあ、そのいろんなその整理をしていくっていう意味では、自分の寿命を知るっていうことも一つそのまあありなんじゃないかな、ありっていう言い方がまあ正しいかちょっと別だけどいいんじゃないかなっていうのはと思ったよね。だから結局その、映画の中だけど娘とかさ、その娘の旦那さんとかに感謝伝えたりとか、もう最後自分がその生きた証とかを残すために悪事働いてたやつをこう追放することができたりとか、うん、で自分の人生はもう全く悔いのない幸せな人生だったって言って、まあ、アンソニー・ホプキンスなんですけど有名ですよね、が、まあ、最後に死神と一緒にあの世へ旅立っていくっていうシーンで終わっていくっていう感じなんですけど、いや、なんとも感慨深いというか、まあ、いずれ来るところで、こうなんだろう、まあなんか X とかもそうだしさ、まあありとあらゆる SNS でさ、こうなんかいろんな、しがらみじゃないけどさ、なんか誰かにこう暴力的な言葉浴びせまくったりとかさ、なんかそういうのやったりとかしたりしてる、せちがれえ世の中じゃないですか。なんだけど、なんかその映画を見た、どこまでその自分の気持ちが、続いていくか分かんないけど、せめて家族にはもっと優しく生きなきゃダメだなって、別に今がストイックだっていう、そういうわけではないと思うけど、うん、なんか改めて人生を考えさせられたよ。もっとその丁寧にずっと一緒に過ごしていかなきゃいけないなっていうのは思う。特に今ね、うちの子が3歳でさ、来年早々にはもう4歳になるから、まあ、成長早いんですよ。まあ、なんかどこでそんな言葉を覚えてきたのよっていうようなことが本当によくあるから、そう考えるとね、うん、子供一日一瞬一瞬もうその成長っていうのをやっぱり逃してしまうと、うん、もう二度と取り戻すことができない時間ですからね。そういう意味ではやっぱり大切に過ごしたいなっていうのを思いました。道徳の授業です。はい、まあアホなことばっか喋ってるから、たまにはなんかこうちょっと真面目というかね、うん、しみじみと喋るのもありかなですね。はい、でよくよく考えたらさ、僕今32ですけど、うん、親父の年齢で言ったらこの10年後にはお父ちゃん死んでるし、でお母さんに関しては、だから僕のおばあちゃんに関してはもう親父が17の時に、高校生の時に残念ながらガンで亡くなってるんですよね。子宮がん なんかのがん、そう、ガンで亡くなってて、うん、お前こんなところでキャッキャイチャイチャしてたな、俺も混ぜろ、スリースリーピーピーやろうぜ、スリースリーピーピーやろうぜ、スリースリーピーピーポイントス、もっとそんなね、勝負するなんか湖の方とか行ったらあれなのかな、なんかあるのかな、あ、いいね、タウリン 1000mg 配合リポビタン D、 リポビタン D はでも攻撃力だもんな、あ、これなんかあえて、あ、でも二等分に使えたら使いたいな、違うよ、扱えた、よし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 、いいね、いいね、
なんだかんだでね、攻撃力2倍だからさ、やっぱいろいろとシコシコしとかなきゃいけないですよね。右下気になるなぁ、これもうめんどくせえなぁ。なぜこうした、何か手に入る、いいやつじゃないと怒るよ、パパ。ん、不思議なね、絶妙に違うなって感じがする。よし、あと10分か。よし、じゃあ10分間でこっちを探検しきりましょう。ありがとう、ビーダル。虫ポケモンはビードル。あれ、普通に取れるのか、ここ。なんだ、しまった。なんかしみじみした話をしてしまったからさ、もうつまんねえなと思ってる皆さんが、多分ね、この動画のね、95% くらいいると思うから、ちょっとここから耳寄りなお話。え？黒いお姉ちゃんか。あ、はい。はい、はい、はい。なんか、ああ、なんかただシールくれる。下の方もなんかあるんだ。こっちはまあでも裏でこのレベルアップのために行こうか。まあメインストーリーとしてはね、メインストーリーを進めていくだけのね、パートにしていこうと思うんで、一旦まあこの辺りで行くか。チャ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 、遊ぼうよーと。で、耳寄りな情報何かっていうと、家電製品の値切り方っていう情報があって、なんて言うんだろう、まあいろいろと手順はあるんで細かいあれなんだけど、まあ、ざっくりとした情報を伝えると、まず家電ごとに、なんか季節のそのタイミングで安く買えるのがあるらしい。例えば、まあ、調べたら多分出てくるんだと思うんだけど、なんだっけ、あれ、ちょっとめっちゃ忘れちゃった。だから洗濯機とかだったら、4月の半ばから8月くらいまでが、なんか安く買える期間とか、冷蔵庫だったらいついつとか、あと他に家電って何か言ったくせに思い出せないし浮かばないっていう事態なんだけど、まあまあ、結構そう、なんかいろいろあるらしい。ただ、注意しなきゃいけないのは、そのじゃ家電を狙って買い物しに行きます、ここまでは普通にありというか OK なんですけど、問題は初めから値切るっていう風に言われてしまった、値切る気満々で会話をしちゃったらアウトなんですよ。もうめんどくせえ客だなって思われて、門前払いされて、いや、この額で買えないんだったら、もう別に相手にしないでいいっすよ、つって帰れよ、みたいな感じで、まあ、当然、めんどくせえとか帰れとかって直接言うわけじゃないけど、まあ、軽くあしらわれてしまうから、そこは注意が必要ですと。で、じゃあどうしたらいいかっていうと、まず普通に、いいお客さんを装って、家電のことをいろいろと質問するんですよ。これってどんな機能があっていいですかとか、電気代がどのくらいかかってとか、どうなんすかっていうのを、そういうのをいろいろちょっとずつ細かく聞いていくんですよ。で、その上で、あれと、実はこれって、例えば上司に買いに行って、上司に買いに行ったとして、山田電機だったとしたら、女子に買い物しに行って、で、あれ、でもそういえばこれ、山田電機で同じ方の見たんですけど、そこなんか、もう1万円くらい安かったんですよねとかって、ちょっと引っ掛けてみるみたいな。とか、あれ、今、この目の前に出てる製品ってこれですかって、ネットから見つけて、あたかも今、この瞬間、ネットから見つけてみた、見つけてきた風を装って、この額よりもお宅のところで安くって買うことできますかねみたいな風に、こうある程度 その駆け引きをした上で、値引きをかけていくっていう風にやると。で、そうすると最初に値引きをするのと、そのタイミングで値引きをするのと何が変わってくるかっていうと、ここまで時間使って相手したお客さんに対して、売り上げを全く上げることができなかったら、ただただ損しただけだと。最初にそのね、パッて追い返したくらいだったらさ、そんな時間かかってないからさ、別に、利益運動もクソもないけどさ、これ、だから10分、20分とか、下手したらそれ以上の時間とかを相手にしたのに、ってくれなかったってなったら、ただただ損するだけになるから、海の上になって、あ、これ、そうなるくらいだったら、分かりました、値引きましょうと断念していくと。
というところになりますんで、まあ、まあそういうね、あのやり方っていうのをぜひですね、皆さんもあのなんかしてもらえたらいいかなと思います。ちょっと耳寄りでしょ。でどの電化製品がどのタイミングで安いのか、あの季節のどのタイミングで安いのかっていうのはちょっとね、ごめん忘れちゃったんで、あのそれに関してはあのよければあのネットかなんかで調べてみてください。なんか一覧表とかなんかがあったはずなんで。だってまあなんだろう、漫画新しいか古いか、これも結構大事で、要はなんかよくある売り文句がさ、最新のその電化製品にしてないとその今とそのワット数が合わないだかなんだかいろいろごちゃごちゃ言って、電気代がその今使っている型番のものと今あの新しく売り出しているものとで、例えば年間1万円違ってきますよみたいなことを言ってきたりとかするんですよ。それも例えばその2桁万円変わってくるとかだったら今すぐ新しい方に変えなきゃいけないっていうのは当然っちゃ当然なんだけど、そうじゃないんだったら別に買い替える必要もないのに、なんかその電気代云々っていうことを売り文句にして、本来はその10年使っても全然あの古いやつを使い続けてる方が安く使えるのになっていうのも、こうなんか家電を買い替えさせることでトータルのコストがかかってしまうみたいな、こうちょっと実は罠なんかっていうのが仕込まれたりとかしてるんで、そこちょっと注意が必要ですね。もちろんそのなんだろう、20年も家電使ってるとかだったらもう今のその電気のあれと全然違うから、あの高くなってる可能性っていうのは往々にしてありえるんで、そこに関してはちょっと注意が必要かなというふうに思ったりもするんですけど、だから安く買うみたいなね。ロリッコの女の子が私に賞を申し掛けてきましたよ。スクビさんは興味ないんだよな、顔でかくない、あゆみちゃんやん。じゃあ元太と光彦もどっかいるべ、魚釣りの方で出てきたらもう笑うしかない。これ辺はなんか強いトレーナーが多いのかな、なんか基本一体でこう挑んでくる奴らが多い、ありきっております。でもまた行きたい。シャイン、キムキョー、強すぎてポカーって感じです。あ、実は中身はタラちゃんだった。え、釣りの途中だけどいいでしょう、お相手しましょう、ファッションショー、ガチャパカパピッピッピッ。あーなんか元太みたいな顔してる。でも正体は一票だった。まあどっちでも結構一緒なんだけどね。へい、パパ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 パ、まあ、うちにある冷蔵庫はね、実はね先に買っておいて、なんかあの引っ越しプラス結婚祝いっていうことで、 ありがたいことにあの嫁さんのおばあちゃんがいくらかかったか後で教えてねって言って、でその額を丸々いただくっていうことだったんで、まああんまり良くない考え方っていうか、当時はねそれもうだって何年前、 5,6 年前とかだから、そのなんか値引きっていう考え方がなかったからね、あれなんだけど、なんかね、その今の会社の元上司が、まあ、元家電製品の、店員さんをやってたっていうこともあって、で、なんか値引きの仕方をいろいろと教えてもらったって感じですよね。はい。まあ、なんかそういう感じの、なんか、ちょっとでも家計を助けるための、なんかお得情報みたいなものがあったら、今後も皆さんにね、ちょっと情報としてシェアさせてもらえたらなって思っています。マサシー、あれマサシーだっけ、違うな、それはマーシー、マサキか、このなんかポケモンのパソコンを作ったやつ、ちゃっちゃちゃーん、ちょっとさ4体目だったのかな、アイポキレシス、あいや、さよなら。キーキングに来たって、果たしてお前ダメージ食らってるのかどうかもわからない、雰囲気が漂ってる。ペペブルーホースが師匠、じゃあブルーホースの師匠待って、ブルーホースが師匠待ってたらダメじゃん。
ごめん、席が。まあ、あの次のジムにたどり着くことができたらそれで一旦終わりにしようかな。あ、なんだかんだあれなんだ、ドンパッチが一番レベル高いの。なるほどな。じゃあ、もう、だんだんきつくなってきました。じゃあ、ドリンキス、あなたのお顔にチュッチュしちゃいますよ。チュッ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 。父持って吸収のチュッチュのチュー。よっとよっとよっとばしかめ、ラッキーよっぴー。てこを。もう一回チューしようか。平行王は何だったっけ、ランターンじゃなくて、なんかあの、レオパルトじゃなくて、なんかごっついやつに進化したよ。いやー、中途半端に残りんこ、菊池凛子か。雨乞い？俺は命乞いをしよう。助けてくださいよ。勘弁してくださいよ。マジカルシャイン、キラッ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 、僕チーズ。チチ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 なんとかするか、あの次回のパートのスタートでボコボコにして、で8つ目のジムバッジをもう一瞬でこうピッていってでクリアしていこう。オッケー、じゃあラストバトルすれば30分過ぎたからね。まあ何せ見せ場はもう冒頭2分で終わっちゃったしな。最高です。よし終わり。チャ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 、オッケー、チャカチャカチャカチャ、ギャラドス。なんか今日モンキーしか戦ってないけど、ちょっと違いすぎたしね。なんだかんだでレベルが一番高いやつ。おう、イカくん。そしてお前もイカくん。たくさんやろう。その鱗を一枚一枚剥がしてってやるぜ。ということで。6倍秒殺終わり。ユーマッハ。オッケー、チャカチャカチャカチャ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 、やるもんですな。あ、すいません、中途半端なところなんですけれども、一旦時間も時間なのでここで区切らせてもらいたいと思います。では次回またパートでお会いいたしましょう。チャンネル登録もよろしく。バイバイ。